どうもー、しんちゃーん、しんちゃーん、しんちゃん、なんとなんと3万円の商品が売れてしまったと。すごいじゃないですか。まだ入金ないんですかね。まあでももう買いたいですっていう来ましたね。なんかね、あのしんちゃんとのあの音声対談、結構多くの方に聞いていただいたみたいで、反響がありました。うん、反響がありましたね。うん、そう、まあ良かったですね。うん、やっぱあの全く初心者の俺でも売れるんだっていう、3万の商品が売れるんだっていうのはやっぱ自信につくと思うんで。だけどこれはね、ドリアカで言ってる通り売れるんです。大丈夫です、売れるんです。うん、まあもちろんその売りやすい商品、まあトップバズという売りやすい商品を扱ってるっていうのはありますけれども、でも僕から言わせると、いや、しんちゃんまだ YouTube 始めて1ヶ月ぐらいでしょって話じゃないですか。で、商品もまだね、販売したこと未経験者じゃないですか。うん、だから、うん、まあやったもん勝ちですね、結局はやったもん勝ちだと思いますよ。うん、みんなやらないですからね。はい、ということでこの調子で頑張ってください。だから3万がこう売れるっていうことが、あ、こう売れんだっていうことが分かれば、じゃあ今度はじゃあ30万の商品はどう買ってもらえばいいのかなとか、50万の商品はどう買ってもらえばいいのかなっていう、その次のバックエンドですね。バックエンドのフレーズだったりとか、まあ講義いっぱいありますんで、まあそういうのも、多分ね、これ結構塾生さんに言われたことがあるんですけど、なんかその情報発信をして集客してこう販売していくっていうフレームになって、講義を勉強、いろんな講義を勉強して、なるほどっていうところがたくさんありましたっていう、要はそこのフレーズに行ってない状態で僕の講義見ても、やっぱピンとこなかったけれども、実際にこう販売とかこう始めたりとかして商品売るようになって、講義を見るようになって、やっぱ今までとは違う見え方になってきて、ああなるほどっていうところがこう分かってきたと。だから分かんない状態で聞いててもへーみたいな感じじゃないですか。でも実際に、あ、売れたぞと、あ、じゃあ売れた、じゃあこれをじゃあどういうふうにこうもっと促進していけばいいのかとか、そういうなんか高いフレーズになってくると思うんですよ。でその時にドリアカにいっぱい講義ありますんで、そういうのを学習してみていただければ、自分が販売する上での一つのそのエッセンス、二つのエッセンス、三つのエッセンスになるんじゃないかなと思いますんで、うん、これからもですね、頑張ってください。あとはもうやるだけですね。あとはまあ集客の数を増やす、お客さんとの関係性を構築する、あと商品売るってかだけですから、やることは。うん、頑張っていきましょう。ということで3万円ですかね、3万円の商品おめでとうございます。ではまた報告お待ちしております。